うわ、なんか卑怯な技出した。卑怯し、これひたすら逃げるしかないの。ちょ、この弾卑怯じゃない、ね、この弾卑怯なんですけど、ねえ、この弾卑怯だよ、ねえ。ようこそマルマインのキングは芸月の戦場。名前かっこよ。あなたの、あ、こいつ森久保やんけ。あなたの障害をし妨害をした者のたどり着いてほしい気持ちもあり、人は矛盾を抱えてこそ成長するのかもしれない。この椿、金剛団の一員として生まれたからには神王様を喜ばせたい。さあ、キングを守りたいという僕を倒せると思うなら胸を貸そう。ルジュラ2020にやって。ちょっと、ね、途中のイントネーションおかしかったな。臭いと言われようともすかすことだけやるよ。ラバババババイスカタンクども、行くぞ。リーゼントやろう。お相手3、え、3人。いや、お前ずるだろそれ。おい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 、死ぬじゃねえかよ。ナイス決着。僕が負けたのではない、ユキちゃん、あなたが勝ったのだ。ちょっと待ってくださいよ。そこを間違えないでほしい。その君表情豊かなんだよな。そのさっきのさ、憎たらしい顔からその目を細めて困り顔をするのをさ、表情豊かすぎんかマジで。ただ時間があればポケモン強く育てられたのによ。時間はな、みんな平等に来るんだぜ。そうか、兄貴が時間を大切にと言っていたのはこのことか。そうだよ、バジ君ずっと時間を大切にって言ってたでしょ。さすがだ、金剛団に神王様。あれだろう、沈め玉を作るためキングの好物を知りたいわけだ。だがね、それはできない相談だね。どうして。なぜならこの椿、マルマインの好物をまるっと忘れてね。まるだけに面白いこと言うな。もしかして怒りたい気分かい。だが怒ったとしても何も解決しないさ。ユキちゃんよ、椿に苦労させられているようだな。お、バジ君、バジ君、マルマインが好きなものを教えるのを忘れていたよな。悪い、バジ君。兄貴、聞こえてたぜ。ユキちゃんなんかにどうして好物を教えてやるんだよ。兄貴は金剛団のリーダーだろ。銀河の連中なんか捨ておけよ。椿、おめえよ、荒ぶるキングを見たのかよ。溢れ出る活力を抑えきれずに苦しんでる姿を何とも思わねえのか。神王様に選ばれた者の喜びだよ。誰だって成長するときはよ、試練があって悩んだり苦しむぜ。この反り込みがこの時代には絶対ないだろうっていうかっこよさなんだよな。キングの荒ぶりが神王様の試練、俺にはそうは見えねえ。だから金剛や銀河とか関係なくユキちゃんの協力をするぞ。ちなみに教えるんじゃねえ、マルマインの鉱物ゴリゴリミネラルをくれてやるのよ。あ、ゴリミネなんだ。さあユキちゃんに椿、沈め玉作りを手伝ってくれや。はい、わかったよ。椿もキャプテンだ。沈め玉を用意するよ。来ましたね。ほら、無限の如し沈め玉、思う存分マルマインにぶつけな。もっともマルマインは驚きの強さ、ユキちゃんに沈められるかよ。このヨウってやつがさ、無理やりつけてる感じがワンピースのあれに見えるわ。マルコだっけ、一番隊隊長、白ひげ海賊団一番隊隊長マルコ、なんなんだよいみたいな。エースの弟は死なせるんじゃないよいって。無謀にもマルマインに挑むのかい。挑みます。無謀な勇気は認める。いいかい、マルマインに相対するなら相対、あ、相対ってない、相対するなら止まることは死を意味するからよ。ここだったらさっきのとこより、ウィンディと戦ったとこより足場はね悪くないはずなんで。こうやってメインストーリーだけバンバン進めてたら結構すぐ進むね。え、これボングリ、ビリリ玉やボス。え、あ、びっくりした。あれ固めだっけとか思った。もう目が全く見えん。よし、やるぞ、ボス戦だ。いるぞ。うわ、なんか卑怯な技出した。卑怯し、え、このこれひたすら逃げるしかないの。ちょ、この弾卑怯じゃない、ね、この弾卑怯なんですけど、ねえ、この弾卑怯だよ、ねえ。いやえ、これどうすんの、当たるしかないわけ。いや違うよな、そんなことないよな。いやいや、3発目は危ねえ。
いや、ずるい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 、いや、もう一生追いかけてくるわ、一生追いかけてくるんですけど、いや、もう当たらん当たらんって、ちょしよう、止まってくださいよ、止まったら死ぬし、投げれないし、いや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 、これを当てても意味ないし、あ、消えた、あ、しかもなんか勝手になんか混乱しとる、よし、倒すぞ、雷毒好き、いけ、よっしゃ、来た、連打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 、いけ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 、ゴー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 ナイス、なんか強めの電力になってる、やばい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 、アンペア数上げてきてる、いや、ワット数、痛い痛い、ちょっと痛いっす、痛いっす、死ぬって、ほら連打連打、いけ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 、ゴー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 、これでこせ、ナイス、本日2人目のキング沈め、静まりましたかな。おい、目の彫りが深いね、ちょっと怖いね、あら、かわいい、なんたることだ、お、翔太郎、沈め玉を作ったものの、いざ神王様のご加護がなくなると寂しい気持ちでいっぱいだよ、そうか、俺はマルマインが苦しみから解き放たれ、ほっとしてるように見えるぜ。兄貴、そりゃ兄貴のそういう思いを投影してるのさ。兄貴の説教なんざへでもないが、神王様に怒られないだろうか。帝国通りにただいま到着。のぼりさん、何のために戻ってきたんだよ。ゆきちゃん様、さかなクン様やめろ。と行動を共にし、いくつか思い出したことがありましたね。お、ブラックホワイト時代思い出しましたか。私が記憶を失う前にいたであろう世界の話です。ほとんどの人がポケモンを捕まえ、仲良く支え合って生きています。中でもポケモントレーナーと呼ばれるものは、己とポケモンを鍛え、高みを目指し、ひたすらポケモン勝負を繰り返していました。そうすることで、共に戦うポケモン、相対するトレーナーと、そのポケモン、すべてと分かり合っていたのです。ポケモンと人が力を合わせて道を切り開く。ポケモンだけが強い。ポケモンを必要以上に恐れる。それでは時代は変わりません。ゆきちゃんがいた世界もそうか。そうです、そういう世界もあんのか。マジで笑った時の顔、バジ君なんだよな。ポケモンだけが強くなるのではなく、翔太郎こそがポケモンを強くできるほど強くたくましくあるべきだとね。塩なの、今の言葉が達成できた暁には、神王様はお喜びになるのか。兄貴、金剛壇に伝わる神王様の教えを話してくれ。よく聞けよ。悲しんではいけない。怒ってはならない。いや、社会人無理だぜ、それ。イライラしっぱなしだぜ。怒ってはならない。あらゆるものを友とせよ。悲しんではいけない。怒ってはならない。神王様が悲しむ、時が止まる。だ。時、ってことはあれってことかい？ザ・ワールドは、神王様を怒らせたから時が止まってたの、あれ。ディオが意味わからんことやってたから。あいつっつって、バキーンみたいな。ブラボースーパーブラボー、皆様、さらに精進を重ね、高みという目的地を目指し、下走ってくださいませ。もちろん、ゆきちゃま、ゆきちゃまって誰や。おもちゃまみたいに言うんだ。ゆきちゃん様、さかなクン様やめろ。高みとは次なるキングです。さて、今度こそ、ことぶき村に戻るとしましょう。ゆきちゃん様、さかなクン様やめろ。のように、ポケモンを恐れぬ方がいると、翡翠の皆様の意識も変わるでしょう。ポケモンは決して怖くないと。ペガサスかな。ブラボーでーす。では電卓様に報告ですね。ユキちゃん様、さかなクン様やめろ。失礼いたします。これまでの歴史を大事にしつつ、より良い未来のために、それが宇宙を作り、時間を司る神王様の御心なのかもな。この翔太郎、己を磨くことで丸舞をより輝かせるとしよう。よし、電卓団長に報告しに行きますか。この上の方にもなんかマップがありそうなんですよね。ロトムいるんだけど、嘘や。
ロトムいる。マジか、普通にいるんだけど。ここか、びっくりした。マジで。オッケー、またも寄り道せずに今日は次のエリアまで行っちゃいますか。ただ次のエリアがね、ラストエリアだと思うんですよ。でそろそろ1時間なんで、で一回放送終わりにしますかね。よし、はい、では皆さん、ここまでご視聴していただいた皆さんありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。